それではスペシャルゲスト、まさみちゃんどうぞ。まさみちゃんとは、10年ぐらい前に同じ会社で出会いました。そして2人とも辞めて、でそれから、あんまりちょこちょこは会ってないんですけど、なぜかつながっている関係というか、そして私が、今回この曲を選んで最後の3曲を見たときに、あ、まさみちゃんにちょっと手伝ってもらおうかなって思って、実はまさみちゃんは、手話を独学で、5年ぐらい前に、自分で独学で始めて、でこの3曲確かにできるって言ってたよなと思って、ちょっと、ね、家でしてるばかりじゃもったいないなと思って、ちょっとお手伝いを、心強い手伝いを、読みました。なんだけど、実は 2,3 日前に急遽緊急手術を受けて、もう出れないっていうことで、私はもう一人で今日出るんだと思って、まさみちゃんの分まで頑張ろうって思って一人で来たんですけど、さっき下で突然現れて、今日退院したんだよね。今日退院してて、ちょっと心臓に石があったということで、カテーテルを、もう大変な手術をして、その帰り道にいつも応援してくださって、私のためにっていうことで来てくれて本当にありがとうございます。緊張すると思うんですけど、楽しみましょう。で、ここから3曲はちょっとテーマが命とか、人との出会いとかそういうテーマで、室内ということもあって、ちょっと静かな曲を選びました。命の歌、糸、花は咲く、この3曲で終わりたいと思います。それでは、オカリナっていうのは歌詞がないので、本当に手話も難しいと思うんですけど、皆さん知ってる曲でしたら歌詞を思い浮かべながら手話も見てください。それでは、命の歌からいきます。